もしかして。ハク様、いつもありがとうございます。いえ、それほどでも。まあ、そうかしこまらず、くつろいで行ってくれ。はい。にしてもこのじいさん、なんで自分などにこんなによくしてくれるんだ。自分の考えが確かなら、本来はこっちなんかが話すどころか顔を見ることすらままならない立場だろうに。どうぞ。あ、どうも。緑茶がお好きなようでしたから。覚えていてくれたのか。それで自分に話というのは。そなたに折り入って相談があっての。実はわしは昔から古代の遺跡やら遺物やらに目がなくてな。遺跡。先日このヤマトと北方のウズール社との間で戦があったのは知っておるか。ええ、まあ知っているも何も、そこで苦労させられる羽目になったしな。戦の後、今まで未調査であったウズール社の土地を調べてみたところ、新たな遺跡が発見されたのだ。しかもウズール社の蛮族どもは何の興味もなかったらしく、ほとんど手つかずの状態で発見されたらしい。へえ。こっちからしたらどうでもいい興味のない話だが、クオンやネコネが聞いたら喜ぶか。すぐにでも調査に出向きたいところではあるが、何せわしはこの足でな、あまり遠くまで行くことはできぬ。まさか代わりに調査してくれと言うんじゃ。そのまさかでな。もちろんただとは言わん。それなりの報酬は用意しておる。いや、それはちょっと。ほのか。はい、ご隠居様。うわっ。支度金です。報酬は後ほど改めてご用意させていただきます。必要経費も別途請求していただければ。引き受けましょう。ありがとうございます、ハク様。そうかそうか、そなたならそう言ってくれると思った。支度金でこれか。これだけあればしばらくは遊んで暮らせるぞ。最近はオシトルからの依頼もなく、みんな暇を持て余している状況だからな。それに遺跡の調査となれば、多少報酬が少なくてもクオンやネコネは目を輝かせて飛びついてくるだろう。ちょいとばかりこっちの懐に入れても怪しまれたりはしないはず。いや、よかったよかった、今宵は誠に気分がいい。ほのか、宴だ、宴の支度をせ。はい、ご隠居様。くっとくっと、飲んだ飲んだ。
飯は絶品、酒は最高。世の中には普段からあんな豪勢な料理を食っている連中がいるのか。ちっと飲みすぎた気もするが、ほのかさんの酌は断れんしな。仕方のないことだ。ただいま帰りましたっと。うん、お帰りなさい。うん、ずいぶんと早いお帰りだね。え、クオン、なんで自分の部屋に。ずいぶんとご機嫌みたいだけど、夜更けに部屋を抜け出して一体どこに行っていたのかな。いや、それは そうだ、実はこの二人。いない。なんとなくそんな気はしていたが。ちょっと知り合いのところでご馳走になってただけだ。座るところが違うかな。星座。いや、星座って。星座。お酒を飲むなとは言わないし、女遊びをするなとも言わないよ。いや、ちょっと待って。酒はともかく、女遊びってのは。たまには羽を伸ばしたいのもわかるから。でも、ハクはまだ自立できていない。いわば半人前。それを技返りするまでフラフラと放蕩するのはどうかと思うな。お前は自分のお袋か。正論すぎて言い返せん。さすがに世話になってる身で朝帰りはまずかったか。だ、こっちには切り札がある。これには深い事情があってだな。仕事の依頼を受けていたんだ。それと朝帰りに何の関係があるのかな。まあ、待て。その依頼ってのは遺跡の調査依頼だ。お、それも未調査の遺跡らしい。詳しく説明して。よし、気づいた。実はな、冷静を装っており、耳と尻尾がピコピコ揺れているのは隠しようもない。よしよし、だいぶ効果あったようだな。わかった。そうと決まれば、いろいろと準備をしとかないと。まあ、それがいい。そんじゃ自分は一眠り。ハクはまだ正座。な、ちょっと待て。だから。そうだ、これは預かっとくね。げっ。みんなが起きてくるまでハクはそこで正座かな。何か言いたいことは？ないです。
王座の遺跡か。クオン様、すごく嬉しそうです。ヤマトで発見された遺跡はほとんど調査済みですから、全く新しい遺跡というのは私も初めてなのです。なあなあ、あれなんだ。シノノ、そんな身を乗り出すと危ないぞ。大はしゃぎやな、シノノちゃん。主様、平気。どうぞ、私たちに任せて横になってください。せっかくだが遠慮しておくよ。よく考えたら、ゆうべは一睡もしてないじゃないか。まったく、体調最悪だわ、眠いわ。そんな状況で車の御車やらされるわ。いつもながら、どうしてこうなった。やれやれ、こんな形でまたこの国に戻ってくるとはね。で、あれか、発見された遺跡というのは。そうみたいかな。この辺りはまだウズウルッシュの残党がうろついてるかもしれんしな。連中に貴重な遺跡を壊されでもしたら大変ですからね。まだ手つかずって言ってたのに。ふむ、それでこれからどうするのだ。今回の目的はこの遺跡の調査なんだが、着いたばかりだからな。とりあえずは休みを取って明日から。ここに突っ立ってても拉致があかんし、とりあえず中に入れてもらおうじゃないか。分かったから、二人揃ってそんな噛みつきそうな顔をするな、おっかない。あ、ちょっといいか。ん？なんだ貴様ら。ウルール、サラーナ。はい。ここの調査に来た。通らせてもらうが構わないな。失礼しました。どうぞお進みください。無条件に素通しとか、さすがというか効果ありすぎだろう。なんだ、急に態度が変わったじゃない。ハック、何を見せたのかな。何って、これをな。あ、ハクさん、それってまさか、まさかそこに張り込まれている紋章って。はい、そこまで。それ以上の詮索は厳禁な。
ってください。その御紋は帝ご自身か帝のお認めになったものにしか使うことが許されていないんですよ。だろうな。あの兵たちがあそこまで態度を変えるわけだ。ハック、どうしてそんなものを持ってるのかな。そいつは、さてどう説明したらいい。っていうか、説明したところで信じてもらえるか。ハク殿！ハク殿ではおじゃらぬか。この声、まさか。会いたかったでおじゃるよ。な、断りよ。我らが主の前に身を投げ出し壁となせ。レハン、危なかった。主様、大丈夫ですか。それはこいつに言ってやってくれ。いやー、まさか白殿たちがこの遺跡の調査に来てくれるとは。やっぱりマルと白殿は運命の糸で結ばれてるに違いないでおじゃる。満面の笑顔で気色悪いこと言うな。何はともあれ、例の印籠から話がそれて助かった。こいつはあまり人前に出さない方がいいみたいだな。いやー、それにしてもやっぱり自分は戦場よりこういう場所の方が性に合ってるでおじゃる。道と太鼓のロマン、隠しの血が騒ぐでおじゃるよ。隠しではなく女隠しなのです。この先はマルたちもまだ調査していないでおじゃる。じゃあこの先は私たちが一番乗りってこと。まあそうなるでおじゃる。猫ね、はい、なのです。おいおい、あの姉ちゃんたち、何かいつもと雰囲気違わない？ああ、猫姉さんがどこか遠くに行ってしまう。あまり見かけない様式かな。帝都近辺の遺跡とは少し違うみたい。構造は西の方にある遺跡に近いみたいだけど。はいです、コタッポ地方の遺跡に酷似していると思うのです。でもあの模様なんかは、あれはハミアナ諸島文明のものなのです。うん、結構離れているはずなのにこんなところでお目にかかるなんて、これは何かしらの交流があったって見るべきなのかな。ここまでの分布を考えると流れ着いた可能性も高いのです。何を話しているのかさっぱりわからん。今回の件はあの二人に任せた方が良さそうですね。そうだな。しかしこれの遺跡、なんだかどこか見覚えが。いや、気のせいか。
ハク様、どうかしましたか？ああ、いや、なんでもない。なんだ、今の感じは。お兄さん、何してるん？置いてくえ？ああ、今行く。おや、ここで行き止まりですか？完全に崩れちゃってますね。はて、それでは調査はこれでおしまいでおじゃるか？うん、絶対にまだ見つけていない場所があるかな。そう言われても、ここまでそれらしきものはなかったぞ。経験上ね、何もないように見える壁に扉があったりすることが多いんだ。よく見ると扉のくぼみがあったり、何かの印があったり。あ、姉様、あそこ扉があるのです。まただ、何なんだこの感じは。ハク様、どうかしたのですか？なんだか顔色が優れないです。いや、大丈夫だ、問題ない。主様、主様、もしかして何か。なんだ、この遺跡に入ってから何かが。うん、ダメ、開かないか。なんとかこじ開けられそうにないですか？無茶言ってくれる。こんなでかくて分厚い扉となるとな。どれ、ちょっと下がってみるじゃない。役とあると。はっ、うっ、とまあ、ざっとこんなもんじゃない。扉が。ほう、さすが。ヤクトワルトさん、初めてあなたをすごいと思ったのです。おい、そりゃないぜ。開きましたよ、姉様。ここって、まさか姉様。ああ、うん、なんでもないかな。くそ、だからなんだこの妙な感覚は。頭痛までしてきやがった。何か並んでいるようだが、暗くてよく見えないな。ああ、ちょっと待つでおじゃるよ。もう一つ明かりをつけるでおじゃる。点灯？にょほ！明かりが。待て、今何を。ハク、今何かしたのか？いや、何って。ハクさんの声で明かりがついたような気がするのです。いや、そいつは偶然だ。何気につぶやいたら急に明かりがな。本当なのです？まあ、まあ、うん。猫ねさん、これは一体。あっ、これはお墓なのです。お墓？はいです。過去にもこれと同じものが発見されていて、そこには古代の人が埋葬されていたのです。それではここは墓所ということですか？そうだ、気のせいじゃない。確かに見覚えがある。うん、
う？これはお墓なんかじゃないかな。でも姉様、文献にはお墓だって、何体もの遺骨が祀られていたとされているのです。うん、私も前はねそう思ってた。でも自分はここ知っている。な、下がれ。これってあの時とクオン様？あ、これは見てみろ。どうしました、姉上？中に人がいる。すごいなあ、まるで生きてるみたいやえ。ああ、しかしこれは氷漬けになっているのか。こんなものが現れるとはな。信じられないのです、腐敗もせずに残っているなんて。いえ、それよりももしかするとこの人。あの時と同じ。それじゃあこの人。ハク、どうした？ハク？何？おやや、生き返った絵。バカな、確かに死んでいたはず。なあ、あんたは。何なんです？
何がどうなってるんですか。さすが白さん、これほどの事態に遭遇するとは夢にも思いませんでしたよ。白さん、一体どうしたら。みんな固まれ、孤立したら飲み込まれるぞ。数が多い、撤退する。こいつらは相手をするだけ無駄だ。クオン、支援を一気に突き抜ける。ネコネ、ルルティエは内側に。みんな目くらましを使うから、それに合わせて3、2、1、今かけて。塞がれた。姿に見合わず、なんと素早い。人からの変化といい、驚かすにも程があるぞ。クオン、もう一度できるか。ダメ、出口を完全に塞がれてる。今使ったらこっちまで巻き込まれるかな。お兄さん、どうする。やるしかないか。仕方ない、やるぞ。奴らは不死だ。無理に倒そうとは思うな。突破口を見つけたし、とっとと繋がるぞ。ぼちぼちやるか。まあ、退路はないようですね。手加減は苦手ですね。勝利のためにどう戦おうか。我が弓からは逃れられんぞ。
外さん。ミノヤ、これでとどめだ。体がほぐれてきたな。まだ再生するのか。不滅ってのは聞いていたが、ここまでとは。キリがないじゃない。ハック、このままだとちょっとまずいかな。クオン、なんでもいい。弱点はないのか。あったらこんな苦労しないかな。だからこそいつも追い払ってたんだから。言われてみればこれまでも閃光弾で追い払っただけだったな。姉様でもどうにもならないですか。切っても焼いても叩いても、みじん切り、水に毒、思いつく限りやってみたけど全部徒労に終わったよ。悔しいけど。ではどうしたらいいでおじゃるか。これはかなりまずい状況だ。このままではいずれ。凍ってる。待てよ、あの棺の中に入っていたやつ、棺を開けたからあのスライムに変化したんだ。それまではずっと凍り続けだった。ってことは、そうだ、スライムといったら凍らせるのが定番だろうに。みんな聞いてくれ。あいつを倒せるかどうかわからん。だが動きを封じることができるかもしれない。何？そんなことできるのか。お兄さん、なんか思いついたのけ。あの壁を張っている大きな管、わかるな。あの金属の管に冷気が通ってる。おそらくあれが棺を冷やしていたんだ。奴は棺の中にいた時は人の姿で固まっていたが、外に出た途端にああなった。つまりなんだ。つまりあれは凍らせることができるということですね。ああ、なるほどな。いや、わかっていたぞ。もちろんな。クオン、あれを凍らせたことは。うん、やったことないけど、でも凍らせたところであれを殺傷することは。その必要はない。ただ逃げる時間さえ稼げればな。あ、いいか、あの管を破壊し吹き出した冷気を奴に浴びせるんだ。でもうまくいくですか。管のそばにはたたりがいるですし、とても危険なことなのです。心配するな、やればなんとかなる。今までだってそうだったんだ。今回もうまくいく。むちゃくちゃなのです。ハク様。そうだね。クオン様。ハクのすることはいつも突拍子もないけど、どういうわけかなんとかなった。みんなもそれでいいかな。クオン。どうしなのだ。そこまで言うからにはこの命預けた。早く終わらせないと。この程度。遠慮せんでええよ。どうしたものか。よし。うんうん。まだまだかな。
やるか。こいつで。よくなったか。それじゃ行くえ。死んだな。ちょっと触ってもいいか。姉上、あまり近づいては危険かと。そんな、なんだと。分裂しちゃってるじゃない。ブニョブニョがいっぱいで面白いな。笑い事じゃないですよ。こんなのどうしたらいいんですか。ひぃ、もうおしまいでおじゃる。あの大きさなら凍らせなくてもなんとかなるかもしれん。倒せなくていい。とにかく蹴散らして出口への道を開くんだ。逃がさねえぞ。ないようです。フラミンゴ。
こんなところですか。勝利のために私の出番かな。まだまだ、まだ立てる。全力で行く。勝利のために時間はかけない。これでどうは、こんなとこかな。消えてください。障害を排除します。これからだ。耐えられるから。
さ。よらを切る。私に続いて。時間はかけない。まあ、するな。退路はないようですね。さてさて、狙い撃ちます。はい、私に任せるがいい。Oh, my God.
攻撃だな。こんなとこか。さて、どうするだんな。捕らえた。見えたか。私に続いて。まあ、これから。痛みは抜けた？まだまだ終わらん。獲物はどこだ？いつもや追撃だ。渾身の一撃。どうだ、こんなもん踏み込みが足りん。さあ行こうか。どうだ、やるぞ。みんなの状況は。どうだ、姉上の障害を排除します。手加減は苦手ですね。狙い撃ちます。弓からは逃れられんぞ。外さん。渾身の一撃。いい的だな。ハク、何してるの？今のうちに早く逃げないと。なあ。クオン、ハク、自分ももしかしたらああなっていたのか。今は考えちゃダメ。うん、ハクはちゃんと人としてここにいる。今は余計なことを考えず、生きることだけを考えて。わかった、行こう。もうダメ、息が。走れない、もう走れないでおしゃれよ。どうしました、そんなに慌てて。ここを土で埋め、封印を施す。な、いきなり何を。急げ、マロ、何をぼさっとしている。そうでおじゃった。
召集、皆を集めるでおじゃる。すぐにここを封鎖するでおじゃるよ。しかし、いきなりそんなことを言われますと。中はただりの巣窟だ。もたもたしていたら、奴らが溢れ出てくるぞ。ウルル、サラナ、御心のままに。それは図が高い。控えおろう、このもんどころが目に入らぬか。失礼しました。なことよりも、鶴橋と鉛筆を持ってこい。ここを封鎖するぞ。はっ、はっ、急げ。やれやれ。しかし、これで一安心ってとこじゃない？はい、もうダメかと思いました。よほほ、まさかあんな大きなたたりがいるとは思わなかったでおじゃるよ。さすがにあれには驚きましたよ。ほんと、皆さんといると退屈しませんね。人がたたりに変貌した。いや、そんなバカなことが。おそらくはたたりに食われて。違う、あれは確かに人だった。人間だったものだ。あれは人がたたりになるだと聞いたことも。クオン、何か知っているのか？そうでおじゃる。クオン殿の口ぶり、たたりについて随分と研究しているようでおじゃったな。たたりについては未だ分かってないことが多いでおじゃるよ。工学のためにもぜひ教えてほしいでおじゃる。クオン殿。それはダメ。クオン殿。とにかくダメかな。たたりのことは禁忌に当たるから、詳しいことは言っちゃダメなんだ。近畿？姉様、調べるような物好きはいないというだけで、近畿だなんて聞いたことないのです。そうでおじゃるな。人の立ち入ることのない暗闇の奥底にうごめく危険な生物でおじゃる。好き好んで調査するような物好きは。とはいえ、こうなるとがぜん好奇心が湧いてきたのでおじゃるよ。姉様、何か訳でもあるのですか？私たちは見てはいけないものを見てしまったのかも。見てはいけないものですか？もうこれ以上は深入りしない方がいいかな。出ないと。出ないと。消されることになる。姉様。そりゃあまた穏やかじゃないじゃない。どうやら冗談ではなさそうですね。はて、それってどういう意味でおじゃる？そのままの意味さ。闇から闇へ人知れず。
お茶。ふむ、さっき近畿とか言っていたが、それと関係があるのか。それを聞いちゃうんだ。何やら思うところがあるようだが、クオンの話は小難しすぎる。何かは知らんが、どうするかは聞いてから判断すればいい。あの、それでは意味が。そうだね。姉様？ねえ、今回のこと、人が溶けてタタリへと変貌した話って聞いたことある？いえ、そんな話は。確かにタタリは闇の奥深くに潜んでいて、滅多に遭遇することはないかな。でもね、遺跡の奥深くなんかでの目撃報告はよく耳にしたりして、それほど珍しいことじゃないんだ。私自身何度か遭遇したことがあるくらいだし。なのに人が溶けてタタリへと変貌した話なんて聞いたことがない。ただ目撃例がなかっただけなのかもしれない。けれどそれにしてもタタリに関する情報って驚くほど少ないよね。それはどうして？ヤマトの学士はタタリの生態を調査しようとしなかったの？それは私の祖国ではね、タタリに関わることは禁忌とされているんだ。タタリと関わった者は病にかかったり不幸になる呪いがかかるってまことしやかに噂されてる。まるでタタリという存在から目を背けてほしいようにね。これは憶測になるけど、このヤマトでもタタリに関することは意図的に避けているんじゃないかな。それでももし知ろうとしたり知ってしまったものは。それが消されるってことけ？そんな、まさか。いくらなんでも。そうだね、私もそう思うよ。でもそれが知られてはならないことだとしたら。たかが不定形の生き物ではないですか。何を知られてはいけないというんです？今さっき私たちが見たもの、タタリの正体だとおぼしきものかな。正体？つまりクオンさんは、あれはタタリが人に変化していたのではなく、人だったものの慣れの果てだと。だとすれば話は少し変わってきますが、しかしだからといって。わからん。確かにゾッとする話ではあるが、それの何がまずい？もっと簡潔に言ってくれ。あの時お墓から出てきた人って誰だったのかな。こんな誰の目も触れない遺跡の奥底でずっと凍ったまま眠っていた人って。何を言っている？聞きたいのは私の方だぞ。姉様、まさか。あくまで想像だけど、でも間違ってないと思う。あのたたりだった人、あれはおとぎ話で語られる遥か太古に神の見業ともいえる高度な文明を築き、この地を支配した方々。それでありながら突如歴史の舞台から姿を消してしまった歌われるもの。オンビ大火やん。オンビ大火やん、姿を消した。遥か太古。じゃあこの遺跡ってのは。待て、消えた。消えたって。待て、ちょっと待て。まさか、まさかあれは、あれの正体が
人間の慣れの果て。冗談だ。なんで。で聞かされたことはあるが、まさかどうしてそうなったかなんてわからないけど、それでいろいろと説明がつくんだ。そんな、たたりの翔太がとうとき本美隊かよだなんて知れたら。黙ってるように言ったわけ、わかってくれたかな。いやいや、それはちょっとシャレになってないかもな。私たちは何も見なかったし、何も知らなかった。それでいいかな。はい、なのです。姉様の考えが正しいとしたら、こんなことが知られると。そういうことなら黙ってよ。奥義もそれでいいな。よろしいのですか。この情報はいろいろと使い道があるのですが。そういうのは使う。それだけだ。そうですか。姉上がそうおっしゃるのでした。しかし、我が身可愛さに知識の探求を断念するとは、学士としては無念でおじゃるな。あ、いや、もちろん誰かに言ったりなどしないとおじゃるよ。でもまあ、秘密とか言われるとついつい口が軽くなるのが人の性ってもんじゃない。冗談さ、考えるのは俺の仕事じゃないんでね。どうするかなんてのは旦那に任せるじゃない。そういうことだから。主様。ダナ、どうしたいダナ。まさかタタリの呪いとやらが。そんな、マロロさん、本当ですか。マロに聞かれてもわからないでおじゃるよ。落ち着いて、とにかくどこか安静にできる場所へ。は、はいです。キヨヤ、そっち持って。どうすれば。俺が運ぶ。俺、邪魔だ。あ、はい、ごめんなさい。
ハク様、ハク様、ハク殿。